アディバの製品を説明させていただきます。アディバは1992年にイタリアで生まれたメーカーなんですけども、アディバの車両の最大の特徴はですね、まずこちらの大型ルーフになります。こちらの大型ルーフはですね、ワンタッチで開閉可能で、かつ後ろのリアボックスにそのまま収納ができるというような構造になっております。屋根をしまわないときに関してはフルフェイスヘルメットが2つ入ります。フルフェイスヘルメットを2つ入れても余りある容量を実現しておりますね。で、屋根をつけるときはこういうふうにワンタッチで屋根をつけることができます。で、今回AD3 こちらの最大の特徴はですね、フロントの二輪になっております。こちらがですね、ウィッシュボーン、いわゆる車の端回りと同じなんですけども、最大の特徴は独立して作動することにありまして、ホイールがこういうふうに片方ずつ独立で動きます。これによってどんなシーンでもどんなシチュエーションでもライダーを安全に守り、かつ三輪の最大の特徴であるブレーキが2系統に分かれておりますので、どんなシーンでも最大のストッピングパワーを発揮してくれるようになります。あとは大型スクリーンですね。こちらはアメリカのナショナルサイクルというスクリーンメーカーが提供していただいたものになりまして、通常のスクリーンよりも幅広く作られておりますので、それによってライダーの大型を強い風から守ってくれるようなスクリーンになっておりますね。これによって、三輪の走破性能、そして大型のルーフ、大型のスクリーンによってライダーをどんなシチュエーションからでも守ってくれるような車両になっております。